アルトワークス DIY 西日本最大級のスーパーなカー用品店に今日はプラプラと見に行こうと思います。海が綺麗なところです。ちょっと今日は雨が降りそうです。それでは歩いて早速駐車場から目的のエブドナルド、いや違う、ここタイヤがいっぱい置いてあるエスカレーター上がったらレイズのホイールが置いてあった、かっこいい、ジムニーも展示していました。ワークスとジムニーどっちにしようかちょっと悩みましたが、ジムニー後ろ狭かった。買い物がもう終わってしまいました。ワークス君、一人寂しく海を眺めて待っていてくれたんですね。塩水がついて錆びないでください。ということで、まずウォッシャー液、この前ワイパーのビビリで使いまくりましたんでこんだけ減ってました。ということで100円ぐらいの量のウォッシャー液継ぎ足しました。これ全部入るのかな、どこまで入れていいのかわからない。とりあえず満タンにしときました。キャップのとこ付近まで入ってしまいましたけど、これは大丈夫なのか。通り雨が降ってきました。ワイパーの具合どうだろう、ビビリ解消されていました。シリコンスプレー最強です。あとは耐久性ですね。いい感じ、雨が、通り雨が止みましたので、このムササビクロスっていうのを買いました。ふんわり雨が降るたびに毎回拭き取っている私、時間がもったいないのでこの大きなタオル、ムササビタオルを買いました。このタオルはこの1枚があればワンボックス1つも絞らずに全部拭き取りができると書いていましたけど、本当なのでしょうか。とにかく浴室面積が広い、あっという間にちっちゃいワークス拭き取ることができました。ピカピカになりました。ふんわり拭き取るのにいいタオルです。さっと全体が水滴吸い取ってポンポン拭き取ったら5分ほどで綺麗になりました。そして洗剤とこのオレンジ色、洗剤泡を出してやるやつと思って買ったらただの噴霧器でした、霧吹きですね。そしてこのラインテープもまた今度内装に使いたいと思います。そしてアールズのカタログが置いてありました。欲しいパーツだらけですね。これ全部買ったら一体いくらになるんだろう。アクチュエーターもやってみたい。このブローオフキャンセラーもキュイーンっていう音聞いてみたい。ブーストも上げたい。いろいろやってみたいけれども、冷却やらいろいろ、なんかエンジンは大変そう。最近シフトマウントブッシュ2買いましたけどまだ届いてない。ステアリングローポジションアダプターはローポジ君と一緒に購入してつけました。裏はエアロ、エアロってつけたいなって思うけど、過去の車エアロつけてたらいつもバキバキ。今日はワクワクワクレーシング言うの忘れていました。プラプラしてきましたよ。よければチャンネル登録をよろしく。また雨が降ってきた。